皆さんこんにちは、大ゲーマーのノレッチです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで今回もゲストにコスケさんに来ていただきます。はい、お願いします。ゲストのマビノギ獅子から来ましたいきなり来ちゃった。まだ来てない来てない。ゲームだとほぼ来てない。あ、そうかそうか。俺の名前ない。難しい名前ないですね。はい、こういうビビシキみたいな、ちっちゃい文字多めのやつな、うん、いとかういとかはい、ということでですね、はい、サマンズボードステーションご視聴いただいた皆様どうもありがとうございました。すごい楽しかったあれ、ね、コメントを見させてもらいましたけど、やっぱね、予想通りの部分もありつつも、うんうん、どうせお前一番最後にあのコラボあんだろみたいな、うんうんうん、上半だろみたいなみんな予想してましたけど、まさにその通りでしたね。いや、よかった。俺さ、うん、あの収録時点ではさ、使わないカモの方が多かったからさ、うん、確かに確かに7割ぐらい使いませんみたいな、わかんないよみたいな、そう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 、当日までわかりませんでしたけど、ね、そう、俺は放送見て、あ、やっぱやるんだって、うん、よかった気づくっていう、そう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 、みたいなのもありましたけど、ね、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回ですね、70年おめでとう。正式にはまだ7周年にはなってないよね。まあちょっとガチャだけ来てるみたいな、ね、そうそうそう、なんかイベント自体は2月からね、2月の頭からですかね、うん、なんかキャラクター編したりとか、まあ、動きが始まったりとかってのありますけど、はい、まあガチャが来てますんでね、まあ、もちろん皆さんやっぱね、この時のために気合い入れてる方、いやー、相当みんなだって、まあ一応欲しい人は多分その正月の明けで多分引いてると思うけど、ガチガチの人は、狙ってる人は多分こっちだからね。そうだね、プレは多分我慢して、うん、で多分こっちにかけてるって人てかね、めちゃくちゃツイッターで報告が上がってた。出してるよ結構みんな。あ、そうなんだ。あ、いや結構出してる。いや出してるって言ってるけど、うん、俺その分引いてると思うねみんな絶対嘘だね。11年とかは嘘だね。いや本当に引いてる人もいいと思うよ、もちろん、うんうん、けど出ましたって言うけど、カッコ300連みたいなね、ありそうだね。全然全然あると思うまあでももう多分このキャラ結構もう市販台とかでも出てるんで、はい、改めて紹介するのもあれなんですけど、まあでもじゃあ注目キャラだけ。そうだね、今回やっぱ個人的に欲しいのはちょっとピックアップじゃないんですけど、まあリアンノンですかね。そうだって俺らが発表本当に仕事でね、うん、あれもらった情報もらった時って、うん、まだ出てないからね。そうなのよ、能力とか分かんなかった。この名前が読みづらいだけだって。そう、どんなキャラになるかは分かりませんみたいな感じだったから、はい、そうで今回リアンノン結局やっぱね、みんなもいろんな SNS とか各所で言われてたんですけど、やっぱ復活 100% 正義みたいなところ。いや強いよね、うん、まあ 100% HP100% 維持しないと攻撃力が上がらないっていうのもあるんですけど、まあ、死んじゃえば 100% に戻るんでっていうのもあったりして、すごくやっぱりね、復活は正義だなっていうのは感じますね。しかもスキルがね、やっぱりね、自分で特殊、なんか新しいパターン、ね、新しい。そうだね、最初1回2回目だけは HP 回復と復活ついて、で3回目以降は、まあ、超強力なスキルアタックダメージと、うん、防御ツー。そう、まあ、ただね、デフォの攻撃力は高くないんで、あとセカンドタイプがないんで、まあ、その辺もどう、ああなるほどね、ちょっとこう特殊によった、うん、まあ基本はやっぱリーダー運用が多いのかなっていう印象です、ね。まあ、でも確かに今こういうの多いよね、なんか自分で解決できるからね、うん、セカンドタイプないみたいな、はい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 、結構そういうのもいますね。あとはもう一体やっぱアスナロですかね、アスナシで学び団ですね、学び団ね、学び団、これ見てなかった、スキルダメージ軽減レベル2、スキルダメージ、もう最初からこれなんか敵についてるイメージあるわけよな。そうだね、すんよこれ。そもそもじゃあ食らわないってすごいね。やべえなこれ、こいつ、まあ、物理も結構増えてきてるとはいえ、スキルダメージはやっぱ主流ではありますからね。はい、ということでこのキャラクターもやっぱね、27.5 倍まで伸びるっていうので、はいはいはい、すごく強力だなという感じですね。あ、ちちちで、スキルの方がですね、やっぱリーダースキルに合わせてスキル反射がつけれますよっていう、うん、はい、ところと、あとは防御貫通の連鎖追撃攻撃ができますよっていう、うんうん、とやっぱシンプルに強いで、能力も攻撃タイプで攻撃力400弱デフォルトであるんで、そのすごく強いという印象でございます。はい、このトラップ解除がね、いい時に働くときと悪い時に働くときがあるんで、まあ、ここはうまく使っていく必要ありそうですね、うんうんうん。まあ、この2体が正直僕の中で注目で、はい、まあ、今回のね、アニバーモードのキャラたちもね、うん、すごく強力なんですけど、アニバニサは何、本当に昔あったセンター試験みたいな文字数、もうすごいよまあ、いや、みんなにこう連続撃ダメージを一旦など付与して、うん、でしかもその連続撃したら毒を発生させる、はいはいはい、でなおかつ一体を2マス移動させるっていうような能力なんで、うん、まあ、使いどころ次第みたいなところあると思いますね。まあ、リーダースキルもこれね、実はね、毎ターン HP5000 回復ってめっちゃでかいから、いやでかっ、まあ、即死さえしなければ2ターンに1回1万みたいな字だけど、もうね、毎ターン HP が5000、うん、5000はでかいね、結構でかいので、まあ、このあたりは活用法はありかなというところですね、うん。あとアスナロ君、これね、コース剣でちょっと話したいことあるので、ちょっと控えます。はい、はい、
みたいなところですね。あと僕が持ってないのは、でりりりり、この辺ある。あ、出た。ブラウンウェイ。ブラウンウェイはちょっとね、不遇の少女なんで、うん。今回のね。そう。あいつだけは許さねえ。ブラウンウェイをいじめたやつ。王様ね。あ、で、ここ。あやめちゃん。これあやめちゃん持ってますね。あと、ヘリオスフィア持ってない。こっちのね、フェンガリの持ってるんだけど、ヘリオスフィア持ってない、うん。はいはいはい。あ、出た。あれ、ベスター、チョキ入りのベスターいるじゃん。チョキ入りのベスターはちょっとこれは、出しておきたい。いや、こいつマジで、うん、まあ、欲張るならもう1体いてもいいよ。まあ、1体で十分なんだけど。それはあんたの、あんたの話や。いや、でも、いや結構でもツイッターとか見てるとさ、うん、あの、いるよ、ベスター。俺、ベスター2体いるわ。いやいやいや、さすがにそれはちょっと贅沢言い過ぎですよ。0.7% なんで出る可能性あるから。あ、でも、全然高いじゃん。高い高い、高い方です。いくぜ！おい。いやでもなんか止まる回数が多いからね今回は。確かに。てかなんかこれね、リアンノンがふわっと出る気すんだよね、このピックアップじゃないとき。いやーまあまあまあ、なんか逆引きしてるからね、結構。結構ピックアップじゃないバージョンで。マナーイダーもいいんですけど、1さあ行こう。1、まあでも止まればいい。止まれば、あ、リット出るんだ。でもあれ結構普通のキャラも出る。出ますね。あれ普通のキャラも出る、これもしかして。出ますね。おいどうしたんだい。やると思った俺の筋肉。筋肉大好き。あの俺めっちゃこうやって捨てるやつ好き。いやーそうって、ね、子供の飴とか捨てる。また1個。いいよ、アニバ出てる。いやー違う。いやーでも星のね7は出てんだけどね。てかエドワードも出てるし、まあ限定キャラは出てるんですけども違う。あれ意外とポコポコ。でポコついてんな。さあ折り返し。もう折り返し早っ。お願い。7周年の思いを込めて。いいよ。いや2個来た2個来た。はい。あっ。ああすごい。ソーシャルディスタンスでこうやってできなかった。今行けなかったね今。行きたかった。ベスト熱っ。来ましたー。ぜひあの何だっけ、炎のあいつ、あいつと組み合わせてください。どいつだよ。なんか炎のあの星系のやつ。まだこれ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 。じゃあいやでもベスタもう、いやなんならベスタで結構。まあ結構でかい。もう収穫でかめですねこれは。だいぶいいも引いてる。まあ一応ピックアップではないからあれだけどね。じゃ一旦学び団が出たら俺撤退するから。オッケーであの次のピックアップの時に。そうね。あのリアンの行くから。出ちゃえよ、学びだ。出ちゃえ。いや、いいんだよ。リアンノンがまあ出てもいいよ。そうね。おいいよ、いいよ。3つ熱い。止まればいい。ブラウェン。でもまあ、ブラウェンもね。今気味ではない。うわ、でもアスナル出たよ。やば。でもアスナルいいんだ。いや。あやめだよ、どっちかっていうと。そうね、あやめちゃんがいないからね、俺は。アスナロじゃなくてね、あやめなんだよな。うわ、やっべ、これ。ちょ。ちょっと売って。やべ。もう、いや、もうあれでしょ。いや、そっち売ってないのかい。あの、多分あの、さっきのお知らせを得た。ああ、なるほどね。いや、すげえ、ひどい。俺っちお知らせ貯める傾向あるから、ね。そう、いきますよ。はい。あと2回。いや、頼む！まだみーマナミ、あ、マナミじゃなくて、リアンノンで。リアンノンでもいい、マナミなんでもいい、あゆめちゃんでもいい。いやでも、ベスタは熱いよ、来てるから、この流れで。来てほしい。ヒッチーン。スコル、前回のあのザドルでめっちゃ活躍したわ。ザドルだっけ。ザドル。で活躍したわ。いやー、あっという間。もう。やーべえ。もうこうやって見てるよ。こうやってマナウィダーがこうやって見てるよ。来るよ、マナウィダー来るよ。お願いします、俺っち7周年おめでとう。やっぱイケメンキャラ必要だからね。そう、結構スマホゲーでは珍しいイケメンキャラ多いからね、あのサモンズボードは。ちょっとこれ気持ち込めてこう。あと化け物もやっぱ多いからさ。来いやー、来い。いいよ、この後この椅子を1止まれ、あれお願い。くったー、ダメかー。いや結構いいね、やつらなんだけどね、全員ね。そうだね。うわー、でもキャラ数多いね。多いわ。
もともとの確かに母数がやっぱちょっと多い。でも確かにそうだよね、別にアニバだけでもだったら少ないもんな。俺アニバの新キャラ一体も出なかった。でもさ、これさ思ったんだけどさ、他のアニバのキャラいなくない？過去のアニバキャラとか。あ、いるよ。この辺とか過去のアニバ。いやもうちょっと下でさ。あ、いるか。いるこの辺もいる。みんないるのか。そう、この辺もいる。バードルク。そうか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 。うん、いる。はい。いやまあでも一番の本命リアンノンは次の次ぐらいかな、ピックアップで言うと。まあピックアップのタイミングで行きたいところです。ただマナビタも結構出てないからダブルピックアップと作るでしょ、その確率の全体に下がるから。そうね、あとさ、あのぶっちゃけ1ヶ月ぐらいあるから、うん、このイベント自体は、うん、だからもう それにかけるしかないね。確かに。ニッサ、リアンノン、アスナロ、うん、あ、黒百合もまあ前回の当たりだから結構出てくれていいんだけど、俺持ってんだよな。あ、そうなんだ。そうなのよ。あ、いや、まあだからちょっと一回やめよう。まあここは行くステイで。行き過ぎだな、ちょっと今回行き過ぎた感、うん、考えます、この先は。はい、はい、まあといった感じですね。今回7周年ということでガチャ来てますけど、皆さんぜひ引いてる方多いと思うんですけど、引き続きみんなも引いてみてください。といった感じで今回の動画以上となります。それではグッズオレイン、バイバイ。